ません。この辺なんか土の子って聞いたんですけど、なんかそういう施設みたいなのあるんですかね。施設っていうか、なんか紹介してるような場所っていうのは、入ってあるかもしれん。はい、始まりました、スピチューブ。今回はね、なんかツチノコがいるということで、探しに来ました。なんか発見したらね、金がもらえるということで、ちょっとね、発見しようかなと思ったんですけど、いるんですかね、発見現場。行ってみましょうかね。発見現場。ちょっと聞きたいですけど、はいはい、なんかあの土の発見現場ってあるじゃないですか。はいはいはい、なんかど向こうなんですかね。あのね、あそこの細け水路があるんだが、はい、あの水路の青いくつからある。あれよりちょうど今トラクターの間ぐらいか。あの辺に。あの水路やおったわけ。あ、なるほど。結局したのが この水路に流れて。はいはいはい、であそこのとこでなんか発見されたらしいんで。そうやな、もう10年。ああ、そうなんですか。10年以上なろう。草刈りってああいうの。はいはいはい。どういうかな、いつも見るもんじゃねえのものを見て。ああ、なるほど。見たと。気持ち悪いなって言って、もうそれに帰っといて。ああ、そうなんですか。ちょっとこう、当たっとったんじゃろうな。それがな、傷ついたが流れて。ああ、なるほど。土の子に見えたという。うん、見えたいうか、結局、何かな、昔、尻尾でも切っとったやつがこう、ああ。なんか次第に大きくなって、課題かどっかのそういう生物学者かな、はい、あれあの人に見て、土の子よりは現実現物によるお大将じゃねえけど、ああなるほど、ああなるほど、ああいう書いたことだけど見たけどな。あ、そうなんですか。特産物はねえけん、そういうもんだよ。地域おこしじゃねえけどな。ね、あの当時、そういうランが流行っとったが。はいはいはい。ちょっとね、もう気になってきたんで。あちこちあるでしょ、そうですよね、なんか。こうやって見られる、来られるぐらいだから。そうですね。あのね、せっかくなんで、ゴールデンウィークに、うん。もっと、夏じゃけん、登ったとしてな。そうですね。ちょっと変わったもんかな。はい、ありがとうございます。すいません。いませんね。なんかやってますね。これはまさか。
これは土の子じゃないですか。土の子。はい、YouTube って本当にいいもんですね。というわけで今回はね、土の子ということで、実際にね、地元岡山県にあるということで行ってみたんですけど、はい、実際ね、その本当に出てきたとか見つかったっていうのが あって、その土の子のね、お墓があったりとか、その岡山大学のその生物学者が本物に本当に土の子なのかどうかっていうのも調べたみたいですけど、実際ね、正確なね、その回答というか答えが出なかった、出てきてないっていうことだったんで、どうなんだとね。で、まあ土の子ってのはもともとなんかその縄文時代の石器に似たようなものが出てたりとか、そのまあ1712年になんかその和漢三才図解っていうなんか絵巻物になんかその土の子に対しての解説みたいなのがあったりとか、結構ねなんかねいろいろあるんですよね。そのドラえもんとかでも土の子が出てたりとか、そのアンビリバボーですかね、テレビので、なんか太平洋戦争中になんか日本軍が捕獲しみたいな、で日本のなんかその軍の研究所で調べ上げられたとかいうのがあるんですけど、死後解剖された際毒の成分から考えて日本マムシだったということなんですよね。はい。でね、このまあその日本マムシってことはもしかして何かしらのその若いっていうかまだ子供のねマムシがねカエルを食べてそういう土の子に見えたんじゃないかとかあるんですよね。で、まあその土の子なんですけど、目撃談によるなんか特徴っていうのがあるんですよね。もうこれがもう最初はね、普通の蛇と比べて胴の中央部が膨れている、まあこれは普通ですよね。で、2メートルほどのジャンプ力を持つ、高さ5メートル、前方2メートル以上という説や10メートルとの説もある。で、これが日本酒が好きということなんですよね。日本酒が好き、まあ、ハブ酒みたいな全然違いますね。で、あとなんか鳴き声を鳴くみたいですね、ジーとか。で、歯がすきっぱ、非常に素早い。で、なんかね、いびきをかくとか、味噌をするめ、頭髪を焼く匂いが好き、まあ香ばしい匂いですよね。まあなんかね、酒好きのおっちゃんというかね、いう感じもするんですけどね。日本酒が好きとか、スルメ好きとか、スキッパーね、なんかまあもともと土の子っていうのは京都府とか三重県、奈良県、四国の北部で用いられていた方言であったみたいで、まあ東北地方では八蛇というような感じで、はい、まあね、どうなんすかねこのご時世。まあ話がね回っていつの間にかそういうのがいたとかいなかったとかなったんすかね。なんかね、その他にね、結構土の子にめちゃめちゃ似てるなっていうその生物もおるんですよね。ですね、ちょっと待ってください。マツカサトカゲってのがおるんですよ。ちょっとね、時間ある人は今別にググってもいいんですけど、一応オーストラリアにいる感じで、日本での飼育も可能なみたいですね。で、まあその画像とかを見てもらったら分かるんですけど、その、まあ、もちろん手と足はあるんですよね。で、なんなんですかね、よう分からんすけど、なんかその動いてない時ですかね、動いてない時、手と足がもうこうなるんですよ。なんかこういうね、ゆっと、そらなんか見えるんですよ、見えるんですよ、見えるんですよね。これがなんか結構ね、なんか土の子っぽいんですよね。で、遠目で見てもなんかね、その爬虫類特有のその迷彩効果で手と足がなんか見えないというか、
その体とその一緒についてなんか発見しづらくて、なんか土の子じゃないかみたいな思うかもしれないですね。はい、もしかしたらその逃げ出したやつがいたとか、そういうのがあったりもするかもしれないですね。まだ分からんですけど、まあね、見つかったら、まあ、でもどうなんだろうな、こういうのをうまく土の子っぽくして、実際あのさっきのね場所に行って土の子ですよって言ったら、あの懸賞金って本当もらえるもんなんですかね。ですね。まあ本当に時間がある人とか、土の子見たぞという人がおったら、ぜひね、どこの場所でもいいんで、全国いろんな場所で懸賞金出したんで、ぜひね、ちょっとやってみたいですね。そういうドッキリじゃないですけど、なんかサプライズみたいなね、いたぞみたいなね。はい、いうわけで今回ね、スプチューブこういう結果になりましたが、まあ、分かってたことですけどね、まあ、こういうもんだと。はい、いうわけでご視聴ありがとうございました。それではね、それではね、はい、いよいゴールデンウィークをね、お過ごしください。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。